こんにちは。こんにちは。キュアリアシスタントのミレイです。はい。はい。今回はザ・枕をご使用いただいたお客様から嬉しいお声をいただいたのでご紹介します。はい。いつもありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい。会社員の男性の方です。はい、はい。ザ・枕を知ったきっかけを教えてください。YouTube の整体チャンネルでザ・枕を使用している動画を見て。結構マニアックですね。マニアック。YouTube、最近流行ってますからね。はい。これも YouTube です。あ、YouTube。はい、ザ・枕を使うまでにあったお悩みは、起きた時に首全体が少し重たい感じが残ってました。ザ・枕を購入した決め手は何ですか？ YouTube の枕を使用している動画を見て。ザ・枕を使って良かった感想をお聞かせください。はい。枕がちょうどいい硬さでとても気持ちよく眠れます。うん、心なしかザ・枕の使用時は、枕なしの時より脱力して眠れている感じがあります。ザ・枕を使ってみてどのような体の変化があったか教えてください。真上で寝ている時はとても心地がいいです。横で寝る時には少し高く感じます。起きた時に肩が張っている時がたまにあります。この綺麗ですね。うん、他の枕とザ枕の違いは何ですか？はい、寝た時の絶妙な反発具合は他の枕にはない特徴かと思います。はい、だそうです。なるほどですね。はい。わ、はい、かりました。一番の目的は、やっぱり寝心地の部分ですね。うん、で、はい、クッション性の部分に関しては、はい、パイプ素材、うんうんうん、はい。すごいひどい言い方すると、ストローの切れ端のようなものが入ってます。はい、非常に細い、細い、はいはい、パイプ素材がバーッと入ってます。そうなんです。これがちょっと大きいと、はい、太いと、またなんていうんですか、こう、肌触りが変わるし、はい、ちっちゃいはちっちゃいと、また今度こう、密になり、うんうん、より重くなる。みたいなところがあったりとかして、一番、まあ、体の頃合いで調整して、はいはい、一個一個枕のために実は作ってる。わー、すごい。はい。そっか。ストロー枕ってよくちっちゃい時に使ってた記憶があるんですけど、うん、なんかこう、ざわざわみたいな、はい、なんかシャカシャカ振ると音がするとか、はい、そういう感じがあったんですけど、ほんとちっちゃいから多分、そうなんですよ。ちょっと細めでできてるんですよね。うんはいうんそういうのも気にならないですね。そうなんです、そうなんです。なんか触っただけだとストローっていう信じられないです。わかんないかもですね。はい、ほんと細かいので、うん、そうなんですよ。知らなかった。だから、はいちょっとこう、振ってあげるだけでも、はい、メンテナンス、うんはい、届くっていう、はい、まあ、材質の特徴もあるかなと思いますね。はいうん、管理も楽っていうことですね。うんうんやりました。はい。はい。まあ、ね、リラックスして寝られるようになったということなので、うん、はい、良かったかなと思います。そうですね。はい。はい。熟睡できずにお悩みの方は、ぜひこちらを参考にしてみてください。はい。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。